ローマ帝国を勉強するときにこのカエサルを勉強するっていうのは、まずは押さえておくべきところですね。カエサルっていうのは英語でカエサルって書くとシーザーとも読めるんですけど、これってそのドイツ語で言うとカイザーで、シーザーカイザーっていうのは皇帝っていう意味で使われてるんですよ。ローマでそのさっきの共和制っていう状態、貴族が合議して決めてますっていう状態から権力を皇帝に移して、この皇帝とこの議会がある、元老院がある状態っていう、この政体移行させた人がこのカエサルっていう人。なんかシンプルにはすごい頭がいいなって思いますね。賢い。例えば僕たちほら資本主義の次にどんな社会システムを作ればいいか分かんないじゃないですか。ポスト資本主義ってなんだみたいな話をしてますけど、答えも出てないしどうすればいいか分かんないと思ってますけど、もしここにカエサルみたいに「いやこうしたらいいよ」みたいなこと分かってて、しかも説明しても多分分かんないから一回実現させてみるわっつって実現させる人出てきたらすごいなって思うんですけど、カエサルがやったことって、ちょっと簡単にアナロジー作るのも危ないんですけど、簡単に言うとそういうことしてますね。次の僕たちがまだ見ぬ社会を、先見の明で見ちゃってて、こうしたらいいんじゃねえかって思ってて、そうしてみようとした人ですね。一番特徴的なのはそのリスクに対する考え方がなんかちょっとおかしいんですよね。すごい起業家チックでめちゃくちゃリスクを犯すんですよ。現代のその本当にザ・アントレプレナーみたいな人たちにちょっと近いタイプの人ですね。歴史勉強していくと必ずしも起業家っぽくない人たち、どんどんすっごい偉い人いっぱいいるんですけど、すごい人が、この人はたまたま起業家っぽいですね。人生が、死ぬか死なないかみたいなこの投資をするんですよ。二択みたいな。ここで敗北するともう人生終わり、ここで勝ったらめっちゃライジングするみたいな、このすごい極端な二択みたいなのを連続的にやってきてるみたいな人ですね。もう全部投資しますみたいな、死ぬほど借金しますみたいな、それを全て投資しますみたいな、なんかそういうタイプ。この時代からそういう感じですね。めっちゃ借金した人です。自分に投資して、その借金しまくって、それを投資して選挙に勝つみたいな。当時はそういうね、お金で票を買うみたいな、別にNG じゃないんで、民主主義じゃないからですね。民主制ではあるけど民主主義じゃないんで、別にお金で買っても公職選挙法とかに違反しないんですね。だからどんだけ金をばらまけるかってすごい大事なんですけど、そのために借金しまくった人ですね。さっき言ってたみたいに共和制っていうのはコンスルという人がいて2名体制だという話をしたんですけど、これを実際2名体制なんだけど実質の1人体制まで持っていくんですよ。このカエサルが人気がありすぎて、もう一人のコンスルいないも同然みたいな状態を作っていくんですね。でその後コンスルの上の役職でディクタトルっていうのがあるんですけど、これは非常時にしかなれないものすごい権力の強い役職があるんですけど、その共和制っていうのは権力を分散させようとしてたって言ってたじゃないですか。半年間しかなれないんです、ディクタトルって。普通はでもカエサル人気がありすぎて、死ぬまでディクタトルになってくれって見たから言われちゃうんです。もうあなたほどすごい人いないから、もう死ぬまでもうあなたが全部やってくださいってみんなから言われるんですね。それでこう実質的皇帝になっていくってことですね。共和制なんだけど優秀すぎて全員から満場、基本的には満場一致でもう皇帝みたいな感じになってください、ずっと総理大臣してくださいって言われるってことです。もう総理大臣よりもすごい役職になってくださいって言われるってことです。他のその歴史上の偉業を成し遂げた人物からも同じものを感じるんですけど、やっぱりその意志の力っていうのをすごく感じまして、意志の力っていうとすごく精神論に聞こえるかもしれないんですけど、それこそね、その意志の力が社会にどういう影響を及ぼすかっていうのを、もう例えばですけど15パターンぐらい見るとですね、しかもそのローマだけじゃなくていろんな、例えば中国とか日本とかそれぞれとかで、やっぱ人間社会で意志の力を発揮するとこういうことがこうなるんだなみたいなのって分かってくるんですけど、意志の力ってめちゃくちゃ強くて、そのカエサルもその例えばみんなは迷ってることとかあるんですよ。みんなはもう迷ってて、なんかこう絶対こうしてやろうとか思ってないみたいな。そこで一人だけ絶対こうだみたいなことを確信してる人物がいると、迷ってる人ってそっちに流れるんですよね。その確信まで言ってる人っていないじゃないですか普通。それか言ってたとしても何て言うんですかね、その盲信的な感じでそうなってるかもしれないんですけど、そのカエサルとかって別に何て言うかこう自分の意見を批判されたからって切れるわけでもなく、淡々と別に説明もできるし論理的だし頭もいいし、だけど意志の力がめちゃくちゃ強い。彼の人生の中でとても大きい決断があるんですよ。何回か本当に何回かあるんですけど、例えば選挙にものすごく有名な人が出てきて、でその人からもう賄賂を渡すからお前選挙出るなって言われるんだけど、でそれでもし出て負けたらもうローマに入れなくなるぐらい立場なくなるんだけど、で全員から止められるんだけど、いやもう俺これ出るって言ってローマから出ていくっつって出る時とかもそうですし、あとはそのある意味その元老院から裏切られてガリアから帰ってくる時に反逆者に認定されちゃうんですけど、ここでそのローマと戦うかどうかの選択を彼は迫られるんですけど、そこで戦うという選択をするとかですね、その一つ一つの決断選択の時に彼が見せてくるこの意志の力みたいな、自己肯定感の強さですよね自己肯定感がその社会の中で突出して強いと何が起こるかっていうことが結構現象としてはよく分かる感じで現れてるなと思います。そのいびつな自己肯定感じゃないんですよ。コンプレックスの反対側とかじゃなくて、本当にシンプルに自己肯定感が強いんですよね。意志が弱い人は、カエサルは結構生まれつき意志強いタイプなんで、多分幼少期の経験とか生まれた時の環境とかでそういう風になってるんですね。別に彼が努力家だからとかではないし、彼が意志が強いから意志が強いわけじゃないと思うんですよたまたま意志が強いタイプなんですね。でそれを知ることはすごい大事だと思うんです。あ、たまたま意志が強いっていう人間がいるんだっていうことが分かるから。けど意志が弱いけど強くなった人がとかもいるわけです、世の中に。ガンディーとかそうですね。参考にするんだったら、そういう自分に近い人を参考にした方がいいと思うんですけど、カエサルを勉強する意味としては自分と違うパターンの人間を知っているということが大事ですよね。じゃないと自分のパターン分かんないねただ意志が弱いところから強くなった人と最初から意志が強い人どっちも知らないと人間の意志が何かって分かんないじゃないですか人間の意志って、あ、生まれた時にこういう経験してたらこうなるんだとかいうのはそういうことによって分かってくるわけで、そうすると、あ、自分って意志が弱いからダメなんだとか思わないわけですよ。あ、こういう環境で生まれたからそりゃそうなるよねって思うわけですよね。で努力の問題じゃないってことも分かるわけです。だってカエサルは意志を強くするための努力なんかしてないんで、多分彼の人生見てる限り最初から意志強いからそういう風に生まれてそういう風に育ったんだろうなって感じなんですね。アレクサンドロス大王とかもそうだし、織田信長とかもそうですよね。彼らみたいなタイプはそうしとけばいいですよね。けどそうじゃない人もたくさんいるんで、そうじゃない人とそうだ人がいるなっていうことを知るという意味での意味がとてもあるんじゃないかなと思いますね。悪くないです。全てのタイプの人が活躍できますんで、必ず全てのタイプの人たちが活躍できるそれぞれのやっぱりパターンがあるんですね。でそのパターンが、この人のパターンじゃねえんだなってのが分かるっていうのが大事ですよね本当にはい。そしたらそれしなくていいんで、もうでもそれしてる人僕たくさんいると思いますね。アントレプレナーっぽくなろうとしてなりたいなとか思ってなろうとしててなれない人とかね、そこまでじゃなくてもすごく活躍してる先輩みたいになろうとしてなるとかですね。タイプ違ったらなれませんので。